はい、えー、竹内です。こんにちは。ということで、えー、もうね、9月も最後の開催の週となってしまいました。早いですね。もうこれ終わったら今年は残すところ3ヶ月しかないということで。いやー、もうね、ちょっとあっという間だななんかちょっとね、あのー、なんでしょうね。あの、年を取れば取るほど1年が早くなると言いますけど、えー、なんか僕はう今年は猛烈に早いですね。 結構ドタバタやることがあるっていうのもあるんですけど、うーん、ねもうワールドカップの熱狂からもうね、じゃあ何ヶ月なんだって話にもなりますし、あっという間にね、平成が終わっちゃうんだなぁと、うん、10、11、12、1、2、3、まあ半年少々しかないんでね、なんか寂しいなぁと思いながら、なんか気ばっかり焦るって、その、なんて言うんでしょうね、毎週ね、こういうのをアップしていると、 なんだろう。もうすぐにこの次の週のことを考えてこの日付を見るからか知らないんですけどね。こういうことをなんか毎週やってるとすごく一週間が早いなっていうふうに、うん、思います。一体ね。もうこのペースで言ったら、まあ僕も40歳になるのはもうあっという間なんだろうなという感じですね。もう27歳ぐらいの時はね、なんか 若干、読者様からも、チヤホヤされたんですが、もう今やね、あのー、おっちゃん扱いになってきてますからね。えー、まあ、それでも頑張っていきたいなと思うわけなんですが、えー、今週末の販路長距離をチェックまあえー、特別レース期待値の高い馬、戸田と、まあ、いつも通りのチラッとやっていきたいと思うと、同時に、まあ、ちょっとスプリンターズステークスの、えー、一刀一刀一言コメントみたいなのをやってみたいなと思っております。 まずは、いつも、えー、の、えー、コンシューマーズの反長調教要チェック。ま、過去にこれくらいの反長調教時計の時に構想が多いという罠から気になるものをピックアップしていきます。ということで、えー、そうですね、リスト出しました。オメガパフューム、ヒラボくラター、シュメーショウブタゲ、ラインルーフ、ジョイフルブロワ、エンバール、キロハナ、ミキノトランペット、えー、コティニャック、タガノガジュマルという感じになって、えー、おります。ぜひね、まあ、そうですね、木曜日ぐらいの ぐらいに、まあ、長期温の時計チェックしていただいて、えー、該当してたら、まあ、ああ、構想している時の感じなのかな、みたいな、ような見方をしていただければ分かりやすいと思います。えー、特別レース期待所の高山芝編、えー、説明は上の方を読んでくださいということなんですが、えー、そうですね、ジョイフル2つ登録してるので、ジョイフルう2個出てます。えー、メールドグラス、アフリカンゴールド。 えー、マイネル・アルケミーとスプリンターズ・ステークスはナック・ビーナスが該当しているという感じになっております。うん。まあなんで、ジョイフルはね、出てくるレースとさっきも名前出ましたから、反論の時計なんかを見てね、えー、両方該当していたら狙ってみるみたいな感じがいいんじゃないでしょうか。で、えー、ダート編、えー、さっきのダート編ですが、えー、聖火ドミザ坂、えー、ネイビーブルー、シャイニービーム、ムーンクレストの4と、 が、えー、ピックアップに該当しておりますという感じに今週はなりました。で、えー、そうですね、スプリンターズステークスが、もうね、だからその、なんでしょうね、その、冒頭にも言いましたけど、競馬の場合ね、その、レースでね、レース、このレースがあるとこの季節っていうような感じでね、あの、競馬ファンは認識してるんで、 なんかそういうのもなんかあの日々を早く感じさせるようなあの原因になってるんではないかなと思ったりするわけなんですが、えスプリンターズステークス。まあ、いい馬いっぱい出ますね。うん。まああの指数僕の場合は出したりとか自分のロジックが出るのがあの開催前夜なので、 そこになってみないとね、何を買うか、どの馬が期待値が高いのかっていうのは分からんわけなんですが、まあ今のところ登録してる馬の話でいくと、まあファインニードル。前走がそうですね、セントールステークス組ですね。えー、まあ中段でじっくり前走追走してて、うん、もう直線の前からね、エンジンかけて、 えー、すごくいい足。うん。まあ、目を見張るような感じで差し切ったなということで、まあ、最後もね、余裕がまだ全然ありましたね。うん。100出し切ってない状態の競馬だったので、やっぱりすごく強いなと思いました。うん。やっぱり評価をしなきゃいけないだろうなっていう感じですね。まあ、ラブカンプ。で、こっちはバテるかなと思ったんですよね。なんかあの、ネロ。 半路の王者ネロとね、一緒にまあレースを前でガーって引っ張ってて、まあ、飲み込まれていくかなと思いましたけど、まあ、しっかり粘り込んだなというところで、うんあの、強い競馬をしたんじゃないかなと思います。なので、えーまあ、注目してますね。まあおあのまあ、実績で言うとね、500万勝ったとっいうことしか結果としてはない馬なんですけど、うん こういう馬はなんか馬券に入れときたいなと、いつも思いますね。うん。えー、グレートチャーター。まあ、後ろからの競馬になっちゃう馬ですよね。うん。うん、まあ、あのー、突っ込んでは来たんですけど、まあ、結局、前の方で勝負が決まってから、あのー、来るパターンがね、結構あったりするので、うん、でもまあ、しょうがないんですけどね、前に行けないですし、まあ、前に、 うーん。行ったところでどうなるかわからないですけど、結局後ろで溜めて本当に展開待ちみたいな感じで走るしかない馬かなっていう印象ですね。うん。で、ラインスピリット。うん。この馬に関して言うと、まあ前2頭が飛ばしてて3番手で、なんか一番ちょっと、なんか中途半端な場所っていうかやりにくい場所なのかなと思ってレース見てたんですけど、 まあ最後ね、ちょっと、ああ、もう飲み込まれていくのかなぁと思ったら、なんかでも、意外とね、また足ちょっと使ってグッと、気合が入るようなシーンがあったんで、大きくバテることもなくて。んなんかまあ、両馬場でね、内枠で、から走れて、まあ、ロスなく先手切れたらちょっと面白いタイプかなぁとは思ってますね。そういうふうにメモしてました。はい。えー、ブラビッシュも。うん。 うーんまあ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 、うん、能力的なピークは過ぎてるのかなという印象なんですけどね。まあこの,このまま勝負がついてからあのビュッてくるタイプなので、まあ当てにはならないところですね。えー、アドマイヤ・ゴッド。うーん、まあスタートなかなかは良かったんですけどね。うーん、まあちょっとムチも入れるような感じもありましたけど、結局後方集団の、まあ、内側に一度ったっていう感じで、で、まあょ 入ってからもまあそうですねなんか窮屈そうな感じだったかなっていう印象でしたかねまあ前の方で競馬ができればもうちょっと違うのかなというところは、えー、ありますはいんでアレスーバーローズまあこっち北九州記念の勝っそうですね勝った馬なんですけどまあスタートしてまあふっつっとね中段のうちで我慢してて 直線どうなるかなと思ったら1等分スコーンと開いたんでねそこをヒュッと通って、えーまあ、そこから突き抜けて、うんまあ、まあいい勝ち方だったと思いますね、うん、ただまあうまくね前が開いたなとかうまくなんとかだったなってうまくがつくので、まあ、それをねもう一回じゃあ再現できるかっていうとなかなかどうなのかなっていうところだったりもするんですが そういうところで言うと、この、ま、外から来てた、代名プリンセスですね。本当にあの、アレスバローズとの差は位置取りの差だったかなーっていう。で、一方でそのアレスバローズがうまく競馬したなっていうところで、こっちはちょっと不器用な競馬しちゃったなーっていうことでも上位に来てまし、来ましたし、うん、僕はなんかこの馬をすごくちょっと評価してますね。うん。 この馬が100点満点の競馬したらどうなんだろうっていうところで言うとい今、えー、登録馬の中では一番気になってる馬が代名プリンセスかなという感じですねはい次がまあえっとこれキンランドカップだったかなナックビーナスですねうんもうスタート抜群うんおっとおっと口に出しちゃうぐらい、えーまあ、スタート抜群で花切って でまあ、外からねちょっと競りかけてくるような感じでしたけど、まあ、全然動じずさすがモレイラっちゅう感じでしたけどでまたねその後ろの馬っていうかそのこの馬以外の馬たちがねまあコーナーから外に位置取りを取ったりとか何かごちゃごちゃしてる間に。 もうこの馬はね、早めに動き出して、あの引き離して、で、逃げ切るという競馬で、やっぱりん、なんかジョッキーの差なっていうのはね、ほんと感じるところでしたね。うん、まあ、ここ、今年は特に思うかな、モレイラー、特に夏場なんてやっぱもう、同じぐらいのね、馬の実力だなっていうところ乗ってても、すごい差がついちゃう,いう結果をね、出してたんでね。 うん、そうですね。まあ、ナックビーナス自体も強いですし、まあ、スプリンターズ・ステークスを、まあ、うん、そうですね、主役として取られる馬かなとは思いますね。えー、キャンベル・ジュニア。うん、まあ、中段追走して、直線に入るまではすごくね、いい競馬だったなと思いました。おなんかその、なんだろう、プラン通りなのかなっていう感じで、えー、見てたんですけど、ただもう、その、いかんせん、このレース前が全く止まらなかったので、 えー、結局、能力が高くていい競馬しても、あの位置取りじゃダメだったのかなと思いますし、距離もね、うん、1200よりマイルなんだろうなっていう感じですね。はい、レッツゴードンキー、まあ、中断打ち目で追走してました。えー、で、コーナーのあたりでね、ちょっともうそろそろスターエンジンかけていくぞっていうところだったんですけど、結局、周りにいた馬もね、 あの同じぐらいのタイミングで動き出したんで全然別に進路が開くこともなく外へ外へ行ってしまって結局前が止まらずにダメという感じの競馬でしたまああのうんだから展開次第だなというようなところですね馬の実力としては当然、えー、ある馬です馬だと思いますえー、ムーンクエイクに関してはまあ一ちゃんケツからですね最高峰から競馬して、まあ、見どころなく ジョッキーも別にあそこから勝てると思ってないでしょう。えー、まあ、ちょっと、うん、出てきても厳しいなというところですね。t ハーフはなんか、あの、まあ、参考のあたりからスーッと動き出したときは、なんか、あ、でも馬の調子いいのかなと思って、えー、目についたんですけど、まあまあ、あのー、ね、あのー、レースの展開的に大外分回して勝てるレースなわけもなく惨敗、えー、敗戦してしまったんですけど、うーん、 なんかこの馬はちょっとまだ期待感がね、あの、道中の動きを見てると、個人的にはなんか期待感はまだまだ全然あるなっていう感じですね。結構気になる馬だったりします。玉もブリリアンはそうですね、前3頭行って、まあ、この馬もあの先行勢、あの前の方で競馬するかなぁと思ってたんですけど、まあ、この馬だけちょっと遠慮したっていうか、まあ、ちょっとじわーっと下げて、うん。 下げてから、まあ、コーナーで追い出して、まあ、追い出しましたけど、まあ、その時点ではもう全然反応がなくて、えー、まあ、その、そうですね、もう3コーナーあたりからもう、もうどうやっても上位に来ることはないなっていうような動きでした。まあ、ちょっとね、能力的にはきついのかなというところですね。で、昼のデーバローは、まあ、最高峰から競馬して、なんかもう必死こいてずっと追ってましたけどね、えー うちから、うち枠で、え、スタートして後方になって、追い通しで、え、で、え、前が止まってないレースなのに、最もね、大外分回してたら、当然、え、勝てるわけもないですし、うん。そんな競馬じゃね、ランナー未勝利戦でも勝てんぞっていうようなところだったんで、まあ、そうですね。まあ、馬がね、器用ではないので、まあ仕方ないなっていうところではありましたね。 うん、で、まあ、キングハットに関しては特にコメントなしというか、全く勝負になってませんでした。えー、15着だったと思います。えー、っと、まあ、カイザー・メランジェ、うーん、なんか一瞬の伸びそうだなっていう雰囲気はあったんですけどね。えー、まあ、外目から追走してちょっと、 その分も響いたのか、少し直線で前が邪魔になったっていうのもあるのかなと思いますけど、まあ、スムーズに行ってたところでも、スムーズに行ってたとしてもダメだったろうなという評価です。で、レッドファルクス、前走安田記念でしたね。後方から行って、まあ、早い上がりも使えてるんですけど、まあ、あのメンツだとね、どうしようもならなかったかなというところで、まあ、道中ちょこちょこなんか足使ったり、まあ、スムーズな競馬をしてたっていう印象はないので、うん、まあ、 まあ、いろんな要素がか、うん、み合わなかったのかなっていうところでしたね。でも相手が強かったんでね、別に9着でも全然あの仕方ないとは思います。うんで、まあ、スプリンターズ・ステークといえば近年この馬なわけで、えーまあ、当然気になる馬ですしね、いくら調子を落としてきたといってもやっぱ得意な舞台っていうところで気にはなりますが、まあ、デムーロが騎乗停止になっちゃったんでね、で、えー、っとトサギ騎手が えー、起乗するということになるようです。よく空いて,空いてたなっと思うんですけど。うーん、ただまあ、もうこの馬としてはね、長さになってますし、じゃあもう、最もピークの時から比べればね、その、1割、2割っていう良い能力が下がっていってるかもしれないっていう中で、えー、江戸とさき騎手のタイプだとそんなに腹をくくった競馬が、うん、できるタイプでも、そんな印象がないので、 どうかな相性としてはどうなのかなというような感じはしますねでも本当に人気と相談して買わなきゃいけない典型の馬かなと思いますね人気だったら全然買いたくないし人気薄になっちゃうんだったら絶対買いたいしっていうような馬ですねあっ青構成ですねまあ前走はねあのー、前走勝ちましたけどあれが高松宮記念以来の勝利だったんですよね 高松宮記念勝った後にねなんか新時代を作るかと思ったらそこからもうボロボロになってしまったという <laughs>、えー、西雲構成なんですけど、まあ、前祖に関してはでもじゃあどうなんだと流れもまあ向いてたように思いますし今回このメンバーでこの舞台で同じような競馬ができるかなというとちょっと不安なところですしうんで生実家ね前祖を勝ってしまったがためにえー その分のね、人気の上乗せはね、されてしまうかもしれないんで、なんかちょっと割が合わないタイプになっちゃうのかなと、馬券的にですね。そういうような印象です。で、スノードラゴンは登録はしてますが、もう10歳ですね。うん。新潟のスプリンターステークスで勝ったこともありますけど、あれが2014年なので、もうだいぶ前の話になってきます。 うん、まあそこから本当にでもずっと元気でね地方も中央も問わずダートも芝も問わず走りまくってでまあ、そこそこねあのそこそこの競馬を未だにずっとしてたっていうのはまあすごいなって思いますで僕はなんかこの馬はいつも勇気をねくれる馬だなと思って見てるんですけどうん。 まあ、誕生日も同じだったりするんで、あの <laughs>、あれだったりするんですけど。まあ、でも今年はちょっとね、もうさすがにもう完全にピークも過ぎたかなっていう感じで、うん、二桁着順も2回ぐらいあったと思いますし、ほんと元気なままね、引退して、えーいい余選が遅れたらいいなっていうふうに、なんかレースとは関係ないところで思っちゃうんですけど、ただね、去年のスプリンターズステークス16番人気4着。その、結局、その、この馬の気分よく走れやね、その <laughs>、 そういう足が使えちゃったりするタイプなんでね。あの、だから怖いのがやっぱり三連単とか買うときに三着に入れた馬が二頭いて、じゃあ一頭選ぼうっていうときに人気の馬とスノードラゴンがいて、あの、人気の馬の方入れてスノードラゴンが三着に来ちゃった日には本当に目も当てられないようなことにね、えー、なるし、そういうのをなんかあの舞い込むタイプなので、うーん。 怖いっちゃ怖いですよね。なんかもうこの年になると調教どうこうっていうところでもないですしね。もう馬も、馬もね、なんかだんだん性格も出てきますあの、賢くなってきますからね、年取るとね。<laughs> そんなズルしようとしたりもするそうですし。うん、だからすごく難しいタイプだなという感じですね。なんならもう展開やなんやとかも馬の調子もなんか問わずに、もう、 なんか、千人みたいなね、そういう境地にいるぐらいの年齢で、実績で結果を出してきてる馬なので、あの、扱いはね、非常に難しいタイプだと思います、うん。人気も関係ないと思います。この、こういう馬に関しては。で、えー、最後ですね、えー、香港からやってまいります。ラッキーバブルズ。 えーまあ、正直怖いかなというところですね。まあ、今年はね、この馬不調な感じなんですけど、前走ちょっと立て直してきたなっていうところで、そこがまた怖いんですけど、でもね、その過去の結果を見れば香港スプリントも2着だったりとかしますし、あのエアロベロシティね、あれと戦いうん、まあ、そういう実績もあるし、まあ、ブリザードとかよりも上の印象なんで、 で、まあ、あの、日本に来て人気がないと。いうことであったら、もう人気がなければないほど馬券には入れたいなっていう感じですね。逆に人気があったら全然買いたくないっていう。まあ、どの馬でもそうですけどね。自分が買いたい馬なんか人気がなければないほど嬉しいというものですからね。でもそうじゃない人も結構いるから、まあ、あの、この競馬の馬券の世界って不思議なんですけどね。自分が買いたい馬が人気であればあるほどなんか、よっしゃーみたいな。確率上がるぜみたいな感じなんですけど、うん、そういうこっちゃないんですけどね。<laughs> <laughs> そういうことではないんですけどなんかまあ不思議な人がもうねいっぱいいるまあ面白い競馬の世界なんですけどまあバラエティに富んだね今回のスプリンターズ・テークスになるっていう意味ではレースの中もまあいろんな馬がいるわけででまあこのね g 1っていうことになってくるとまあこれまで競馬を買わなかった人が もちろんか、いっぱい買いますし、夏競馬休んでる人がこのタイミングからね、あのー、競馬に戻ってくる、馬券に戻ってくるということも結構あるので、まあ、あのー、年から年中ね、真剣に馬券を買ってる人は絶対に、あのー、なんだろう、そういうね、あのー、 人には負けたくねえぜっていう気持ちでやってると思うんですけど、まあ僕も同じような気持ちで、えー、今週末もね、いつも通り、まあ、あのー、まあ、無料のコンテンツも有料のコンテンツも両方、ちゃんと丁寧に更新していきたいなと思っております。まあ競馬がもうか、あの、儲かるじゃないや、競馬が、あのーにぎや、にぎやかになる、盛り上がる時期っていうのは、とてもやっぱりね、僕も楽しいので、うんまあ、ここから有馬記念まで、年末まで楽しみたいと思います。えー、そんな、 無料コンテンツの一つ。アットはギャロップの方は特別登録時点総合評価指数。これスプリンターズステークスも入ってますが、す、え、で、ー、にアップしてございます。で、先週のレースの、うん、時速期待値の高い馬とかもアップしています。テイクアップアンムスの方も、えー、時速巻き返ししてくるかなっていう馬の、馬についてちょっと書いていたりしますので、まあ、あの余裕が、時間に余裕がある人はアクセスしてみてください。 はい、えー。で、まあリエールマーケットこんなアップしてますっていうところと、そうですね。うましりは、あの、そう、あの、この無料配信中って書いてありますが、今ね、あの、あの、ニュースでもね、話題になった1ヶ月ぐらい前ですか、もう、あの、全国、世界的にあの、ギャンブルーに関わる個人の名義で出してるアプリが全部吹っ飛ばされるっていうね、あの、暴挙に巻き込まれました。<laughs> ねえ、なんで法人の方がいいんだっていうのと、個人でもなんで残ってる人がいっぱいいるんだろうって。しかも、馬尻って別に、これ、競馬賭博アプリじゃないですからね。なんですけど、結構えげつないタイプの個人競馬アプリとか残ってたりするんで、なんか、なんだろうなぁと、うん、思いますね。法人の方でも、なんかね、あの、そういうので大会やって、なんか仮想通貨を賞金にとかってやってるアプリとか、全然何もお咎めなしだったりするんで、 なんかね、やっぱりこのこういうことがあるとね権力が欲しいなって<笑><笑>思いますねなんかねあのそれ以外の時は全く思わないんですけどなんかやっぱ今の世の中だと、うん、そういうところで本当にやっぱり有利不利出てきますからねいろいろ僕もあのもうだってに38年間ねあの変な生き方してないんでいろんな人見てきましたけどやっぱり うん、強い人が、ね、近くにいたら、ね、ある程度のことは許されるっていうのは実際にこの社会ではありますからね、うん、日本みたいな素晴らしい国でもそういうことは全然ありますからね恐ろしいですよね、本当に。うん ま、この馬尻の方はね、あの、馬尻制作メンバーの一人が、あの、ま、これまで個人でやってたのをちょっと独立してね、法人作るので、そっちからちょっとバージョンも変えてですね、新しい形の馬尻として出していきたいなと思ってえ予定しております。年内にはね、それができるんじゃないかなという感じです。はい。で、ま、ぜひぜひね、チャンネル登録していただければ嬉しいなっていう感じなんですけれど、 えー、まあ、何度も言ってますけど、も9月も終わり。うん。もう最後の週になってきて。で、そうですね。こっからは本当に、まあ、こっからはっていうか、もう今年の5月からそうだったんですけど、うーん、平成のファイナルカウントダウン。<laughs> ということで。まあ、だからスプリンターズステークスだって、えー、っと、まあ、平成最後のってつきますし、まあ、ダービーだってそうでしたよね。平成最後の。うん。 そういうことを平成最後の3歳未勝利戦があったわけで、えー、平成最後のデビュー,デビュー組、えー、新橋にデビューする私とかもうそういうのがね全て平成最後のっていう言葉が頭につくようなあ時期に来ました、うん、でまあ僕としては特にあのなんだろうなそんなに気持ちを入れ替えてどうこうっていうことが、えー、ないフラットな感じでずっと生きてきてるのでいいんですけど うん、やっぱり、なんでしょうねこの馬券とかの世界、えー、ギャンブルが好きな人あのやっぱね、本当メール見てても13年前から同じ質問してくる人とかってやっぱりいるわけですよ、うん。で、それは例えばものによりますけど、例えばもう馬券で例えば期待値が高い馬を分かってるのに暴走してあの関係ないレースにぶっ込んじゃうとかね。うん でもそういう人って毎年言うのが、例えば1月1日年変わるときにって人間ってやっぱ心を切り替えやすいと思うんで、そういう時に切り替えたらどうですかみたいなこと言ってもやっぱ10年とか変わらない人もやっぱいっぱいいるわけで、うんでそうなってくるとなんとなくなんですけど、まあ来年年あ言語が変わる、平成が終わったタイミングと、まあその次ですよね、2020年っていう、まああのー、まあちょっと大台というか、 うん、そこになった時にもうほんとそこぐらいしかね切り替えるチャンスってないと思うんですよねそのもうずっと切り替えられなかった人が切り替えるきっかけとかチャンスってほぼもうそこから先はねそこから先本当に2030年前ないと思うのでえー、結構ねこっからだから来年の5月までのなんか考え方とか生き方とか でそこからあと何ヶ月ですかその、その年の年末ですよね。が終わって2020年になるまでって結構重要な時間じゃなんじゃないかな、というように、えー、僕的には思っています。でも僕も、僕80年生まれなんでね、ちょうど、その、なんだろ、西暦と合わせてなんかの年が切り替わっていくので <laughs>、あの、その辺はなんかナチュラルに切り替えれる、 あのいい生まれだなとは思うんですけど、まあ、そうじゃない人でもねもちろんそれはね昭和生きてきて平成生き抜いてで新しい、えー、時代が来るというところでやっぱりそこでなんかあのこれまでなんか嫌いなね自分の嫌いなところとかをよし切り替えようっていう風に思えなきゃ嘘だと思いますし思えなきゃ、まあ、切り替わらんだろうなというような、えー、感じはするので。 なんかこっから本当に、なんか人生においてもですけどね、もうもちろんあの馬券においても、競馬を、競馬においても、なんかその辺もすごくなんか大切に、えー、日々過ごしていった方が、えー、なんかいい未来が待ってるんじゃないかな、なんていうことはね、えー、最近よく思ったりします。うん。本当にね、あのー、なんだろうな、 悪い言い方をすれば、この人わざとやってんじゃねえかっていうようなね、あの、質問してくる人もいますしね。うん。なんかもう、でもその質問って、あれ ?5 年ぐらい前にもしててでお、で、僕が回答して、パタッと回答来なくなってから5年経ってたけど、何解決してなかったのみたいな。しかも質問が1、1からに戻ってるっていうような人もね、ほんといっぱいいたりするんですよ。やっぱり。うん。 だから別にだってね、その、なんでしょう。まあ世の中どんなジャンルのね、えー、どんなジャンルが好きな人にもそういう人はいるのかもしれませんけど、どうしても多分ギャンブルの方ってそういう人って多いと思うんですよね。これはもう世の中的に仕方がないことで。えー、だからどんどんね、競馬とかやってる人、馬券やってる人、どんどんマニアックになっててデータ扱えて、それこそあの、 今年からね、馬券買い始めましたっていうようなね、二十歳の子とかがもうバリバリなわけですよ。もうプログラム組んでとか、そういうのができたりとかする時代なんですよね。うん。で、そういう時代なんですけど、一方で、例えば40、50、60の人が、あのー、もうな何が何だかわかんないような質問をしてきたりとか <laughs>、すると。それを、それが1回じゃなくてね、ほんと10年単位で <laughs> してきたりとかするって、そういうのが珍しくない世界なんで、 本当に多分ね、こう、そういうことに気づいて、あのー、結構ガンガン来てると思うんですよ、若い子が。この、競馬とか公営ギャンブルの方に。うん。若い子増えてるって聞きますしね。うん。で、結構、なぜか、あの、資本力持った若い子とかがね、で、プログラムガッチガチに組んでやってきたりするとか。なんかそうなってきてるし。うん。まあ、競馬以外で言ったら、それこそね、タクシーだって自動化になってくる。やら、AI だってもう海外の方じゃ、その、なんだあのー、 例えばその何て言うんでしょうアドバイザーであったり営業とかもそうですしねあのそういうジャンルがもう AI に切り替わっていったりして結局本当にね相当なんかあのアンテナ伸ばして相当頑張ってる人間しか多分もう生き残れない時代っていうのが下手したらあと10年とかできちゃうっていう中になってきてるんでなんか本当にあのなんだろう うーん解決をねあの、していかなきゃいけない人っていうのは多分いっぱいいるんじゃないかな。もちろん僕も含めてなんですけど、っていうのをね、最強思うんですよね。だから本当にすごい転換期が来るっていう予感がしますし、うん、うそれはもうとっくにその一歩足はね、踏み入れちゃってるんでしょうけど、本当だからさっきも言ったみたいに、あの平成が終わるまでと2020年までの考え方とかね、生き方とか行動とか、 えー、貯めておくものとか、なんか隠しておくもの、世に出せるものとか、ま、いろいろね、人にはあると思うんですけど、それをいかにあの、大切にしてね、2020年の、えー、スタート1日目までね、持っていくか、で、そこからどういう行動をしていくかっていうのは、すごくね、重要だと思います。2030年まで。うん。 もうそこまでにね、多分あの、いろんなあの物事の多分ジャンルとかもなくなっていくと思うんですよね。そのギャンブルとかもかなり形が変わっていくんじゃないかなと思いますし、本当に AIVS、ゴリッゴリにあの、競馬に、に化けに自信があって、自分で分析して、俺こそ最強だって思ってるような人の戦いみたいに <laughs> なっちゃうんじゃないかなとね、思いますし、うん。そう。だからそうなると、本当にだから逆に言ったら、 なんでしょうね。やっぱ、ケーパー新聞、あの、広げて、ウィンズで座り込んでっていう、層の人たちはもう、なんだろう、もう、勝ち負けじゃなくて、本当にただの趣味としてやる。まあ、今でもそうかもしんないんですけど、あの、趣味としてやって、本当にあの、上の方で、あの、バトルが始まって、 で、最初は、あの、人間がある程度抵抗できると思うんですけど、最終的には AI に食われて、で、その AI が実は、あの、大手とかのね、大手とかであったり、すごい資本力を持ってる人たちが、すごいお金ぶっこんで作ったものだったり、とかってするような気がするんですよね。でも、競馬の売り上げがそんなに下がることなく、やっぱりその、別に、誕生日で買うとか、一攫千金じゃとか、100円が、100円で、あの、なんだろうな、 頭に378って降りてきたから、これでとかって、これを買うぞとかってやってる人たちはやっぱり僕は永遠に、そのその層はね、がっつりいると思うんで、そういうところもなんか、あの、採取されていくんじゃないかなとかね、そういうことを実は思ったりしてます、最近。うん。そういうことを考えると全然面白くなくなっちゃうんですけどね。暗い気持ちになっていくんですけど、うん。 まあでもそうなるんだろうなと思うんですけどね。だから別の業界の話とかで言ったら、例えばあの、アフィリエイターの人とかがね、結構力入れて、そこそこお金かけて、ライターとか外注したりとかして、大きいポータルサイトとか作ったりして、でね、PV がげあの月間で100万とか200万あるようなのを作り込めたんですけど、ちょっと前までは。でも今って本当にあの、おっきい、あの、普通に、あの、なんだろうな、イメージするでかい会社とかが、 お金をバンっ,てぶっんであのそういうその手のサイトのねあのクオリティが何倍もあるやつをバーンって作ってで広告をドーンと出してでそこでだけで持ってった持ってってたりするのでなかなかねあのネットの社会もそうなってきてますし例えば YouTube とかでも YouTuber の人たちがねもともと あの彼らユーチューバーが何で流行ったかって言ったらやっぱりちょっとテレビに嫌気をさしてきてる世代とかがどんどん増えてきてたわけじゃないですか。やらせであったり、例えばまあご利用しであったり別に僕はやらせもご利用しもありだと思っているんでそれは演出だと思っているからいいんですけどそういうのに嫌気をさした人が YouTube とかを見始めたと。そういう中であの一部のユーチューバーの人たちが あのアイディアとかねそのキャラクター性とかで盛り上げてであの YouTube っていうものがどんどん良くなったんですけど結局今も今じゃあどうなってるかって言ったらあのなんかアンチテレビみたいなとこでやってたはずなのにテレビのねあの企画をやってみたとか丸パクリみたいな丸パクリっていうかあのそのテレビの企画をそのままあの YouTuber がやったりして。 結局アイディアそこから持っていくんかいって感じなんですけど、その YouTuber の中にはですね、もう今お金持ってる人たちがいっぱいいるんで、本当にあの、100万200万使ったりね、えー、して作ったりとかもしてますし、あのー、それこそもう見てたら明らかに演出やらせっていうか演出も増えてきてるし、そこには結構お金も使ってるなと思うんですよ。うん。なんで結局だから、うーん、 どこの場所にいたって結局あのー、大きい力を持っているところに勝ちづらくは絶対なってきてると思うんですよねうんギャンブルとかも絶対そ,それはねあの似てるところがあると思うんでだからうーん本当にこっから先っていうのは多分趣味一つとっても何かそれが勝負が関わるんだったら勝ち負けが出たり優劣が出たりするんだったらあのー 本当徹底的にやり込んでいかないと、もう遊び半分とかでやってたら、一瞬でね、あの、その遊び半分でやってるのに楽しくない、なんか、っていう立場になっていってしまうと思うので、うん。本当にね、こっから重要なんじゃないかなと思っていたりします。すごく話がね、長くなっちゃったんですけど、これは本当に最近も日々、日々どこにいても考えてしまうのでえ、だからどうすればいいんだ、どうすればいいんだっていろんなアイディアをね、練ってはいるんですけど、 まあまあまあ、でも僕としてはね、今のままで、ね、何にも変わらずにこう、このなんか読者さんと交流したりとかね、なんかメールし合ったりとか、なんか、これが続けばいいなぁとは思ってるんですけど、おそらくそうではないと。うんそ。なんかあっという間にそういう時代は終わっていくんじゃないかなぁと思っているので、うん。 まあちょっとそうやそういうような考えをね、今回喋らせていただきました。長いな、35分ぐらいになっちゃってんのか。ああ、雑談会作ればよかったですよね。そういえば雑談動画アップするって言って、今回だって半分ぐらいこれ雑談になっちゃったんでね、しまったな、分ければよかったなって <laughs> 思ってるんですけど。いやでもね、雑談でね、喋りたい話はいっぱい撮ってあるし、そのいっぱいその、なんだ、こういうテーマでっていうメールはね、もう2年分ぐらい溜まってるんで。 年内にやりますからね、もう5時間分ぐらい喋り続ける放送とか <laughs> やろうと思ってるんで、えー、その時にはね、あのー、一応、あの、うち Mac が1であるんですけど、そっちであの音声だけ撮るなら、そっちで撮ると、あの、処理がめちゃめちゃ楽なんで、で、音もクリアに撮れるので、えー、そっちでね、ちょっと撮って、えー、年内には。 お酒でも飲みながらね、アップしたいと思ってますので、えー、多分そっちもね、楽しみにしていてください。<laughs> えー、何の、何の話だったか分かんなくなっちゃいましたけど、そうですね。えー、メインは、今週末の競馬とスプリンターズステークスの話でした、えー。竹内でした。じゃあまた来週もお会いしましょう。さよなら。